開村式ピースキャンプ2014が始まる。テントを立てたり荷物を運んだり、やることはたくさん。ちょっと間を挟んでボランティアたちが腹ごしらえ。その間にボランティアの人たちの会議を覗いてみましょう。飲み物は自分のコップがあるから。5月から本格的に開始した会議。イベントでは何をするか、カフェや食事では何を出すか、何時に何をするか。47、すごい。何度も重ねられた会議で、毎回欠かさずにやっていたのは勉強会。原子力発電所、ニクリアパワープラントですね。毎回のテーマごとに話し合い、発表したり説明したり、テーマは原発のこと、原爆ドームのこと、まだ起こっている戦争について、平和とは何か、さまざまなことについて話し合い、意見をぶつけ、知識を深めるとともに平和への願いを深めていった。ピースキャンプは宿泊者に安い宿泊施設を提供するとともに、平和の実現に向けて、共に平和とは何かを考える場所でもある。あなたのピースイズは何ですか？予想していた雨が当たり、キャンパーたちはそばの体育館に避難しました。体育館の中ではゴラが企画したレクレーションが行われています。参加者の方々の名前を使って名前ビンゴゲーム。食事班は外で調理中のようです。今日の夜ご飯はお好み焼き。美味しそうですね。一方、体育館ではピースボードという団体の紹介が行われていました。ピースボードは東京にある団体なんですけれども、広島長崎の被爆者の人をピースボードの船の上に招いて世界中で証言をしていくプロジェクトがあるんですが、そのプロジェクト、オリジナルプロジェクトを作ってます。知識で頭に入れるんじゃなくて、心に響く出会いをもっともっと作っていかなきゃいけないなと思いつつ、こういう活動を続けています。高校生災害復興支援ボランティア連帯という団体です。福島に行って活動したり、あるいはこう広島でまたイベントに明日もあるんですけど、そのイベントで参加したり、そういうような活動を行っております。やっぱり高いところはありますけど、現在の福島の様子を教えていただきました。ほとんど低いです。ほとんどの場所は安全です。
やっぱ怖いんじゃないのかって思われるのは当然だと思うんですよ。ですけど来てもらえれば絶対に安全だってはわかります。富岡は、まあ、場所にもよりますけど僕もの深く持っている力はもう帰れない状態でいます。いわきっていうナンバープレートがついてるからなんかみんなえって顔で見るし、知り合いの人はそういう福島から来た車に落書きして帰れとか下ネタ書いてたりとかする人もいますし、やっぱりでもいわきはやっぱり安全なのに同じ福島県だから危ないって思われて、あとここに来てみて誰でも普通に気軽に話しかけてくれてて、福島の人ってみんなこうなのかなって思ってちょっと嬉しくなりました。今日はみんなで街歩き、原爆ドームや平和公園、平和大通り、広島城など。しました。ここは、戦時中は、木材を運ぶ資材の会社だったり、各所のスポットをボラたちが説明しました。今の国土交通省にあたる。I guess they ride on the tortoise to see heaven.沖縄で、夜で原爆ドームで爆発が起こったため表面が一部溶けてしまってザラザラしている表面と溶けてないツルツルしている表面があります。 And now there's no radiation. Anyway, it's done.いくつかのグループに分かれ、自分の意見と他の人の意見を話し合わせ、考えを深めていきました。そしてみんなの前でグループで話し合った内容を発表しました。それで日本、チェコ、フランスでは自由に結婚したり引っ越ししたり平和に感じますけど、世界のどこかでは戦争が起こっているので、まだ平和ではないという答えを出しました。外国の友達を作ることが、世界の平和のためにできることだと考えます。以上です。でやっぱり核兵器を保持していたり紛争がよく起こっていることからということみんなの意見になりました。自分たちで現地に行って変な情報を流さずにボランティアに参加して自分たちの目で世界が平和っていうことを大切にしていけばいいかなと思いました。その後はピースライブ2014で盛り上がりました。それが平和につながるんだなと私は思って聞いてたんですけど、はい、すごい素敵だなと思いました。
式典に参列しました。黙祷終わり、ご着席願います。69年前の朝、一発の爆弾が十数万人難難とする尊い命を奪いました。7万戸の建物を壊し、一面を豪華と爆風にさらわせ廃墟と化しました。生きながらえた人々に病と障害の、また生活上の言い知れぬ苦難を知りました。広島に育つ私たちは、広島の被害、悲しみ、そして強さを学びました。その後、キャンパーは船に乗り、世界遺産、宮島へ。広島にある魅力に触れました。ご存知のように世界遺産に登録されていまして、ここでもボラが説明を行っています。1968年に神社の建設を始めましたけど、で海に建てられたっていう、まあ、新時代、普通他にはないようなコンセプトは、あの竜宮城に似せられたって言われています。昼はみんなでカキ丼を食べに来ました。妖怪ウォッチの波がここにも。ご飯すくえるの。夜はアーティストのパフォーマンスで盛り上がりました。外国のアーティストの方にもお越しいただきました。始まりを意味したような曲になってます。
別れを惜しみながらもピースキャンプ2014の4日間が終わる。バイバイ。